はい、ごきげんよう。ね、中二の、英語です。で、比較入ってきまして、減給、比較給、最上級ということでね、確認、しているところではあるんですけれども、およそ、基本的なというかね、ところは終了しまして、ちょっと細かいと言いましょうかね、プラス的なところにね、今入ってるところでございます。それなので今日はですね、まずこの、比較級段エニアダ関数ってやつ。これどうしても使えるんですわ。それからもう一丁、この何倍っていう表現ね。これを今日はね、紹介していこうかなというふうに思っておりますですね。はい。ではですね、まず、比較級段エニアダ関数。ね、これ単数って単数名詞が来るっていう意味ですね。はい。で、ぜひともこの比較級段エニアダ関数までで覚えてほしいんですよ。というのはね、ここ、エニーって使うって、サムとかエニーのお話の時にね、いくつかのだから複数形を持ってくるっていうのをやってるじゃないですか。それなんで、エニー使ってるんで、複数形を持ってきてしまう場合があるんだね。なんで、はい、比較級のエニアだ、単数。はい、比較級のエニアだ、単数までね。はい、ここまでしっかり覚えといてもらって、はい、どんな意味になるんだろうかってことですね。例えば文章。He is taller than any other boy in his class ですね。比較級ですからね。than が使う。er、than の形使われてますね。はい、比較級、何々より何とかだとかっていうことなんですが、はい、この比較級、any other 単数。はい、これ来たらですね。はい、こんなんです。他のどの。はい、他のどの。他のどのその単数名詞ね。単数名詞よりもなんたらだです。はい。他のどの単数名詞よりもなんとかだ。はい。ですので、He is taller than any other boy ですね。boy。はい。単数名詞 boy。だから他のどの boy よりもトーラーだということになるわけですよ。ね。はい。彼は。ね。はい。一番後ろ、クラスのってのがね、余計にさらにくっついてますけれども、はい。クラスの他のどの少年、男の子よりも背が高い。ね。いうような表現になってくるということでした。てなことでね、だから他のどのね、クラスの他のどの少年、男の子よりも背が高いっていうことはないよ。つまり一番背が高いってことは確かに言えるんだわな。だから最上級の文章で書き換えたりすることもできるし、そういった問題もあるわけなんだけれども、この文章ではあくまでも比較級の使われている文章ですから、一番とか最もとか最上級の意味では取らんのよ。他のどの何々よりもなんとね、はい、彼はこのクラスの他のどの少年よりも背が高いということでした。はい、比較級段エニアダ単数。比較級段エニアダ単数でございますね。はい、それからもう一つ話題が変わりまして、何倍という言い方ですね。はい、ですからね、A と B を比べてさ、ね、A は B のね、3倍大きいですよとかね、10倍大きいですよなんて言ったりするとき、さあどうしましょうってことなんですね。はい、まずはね、減給の時で使った、同じくらいという意味の、アズアズを使うんだね。アズアズを使います。はい。で、2倍の時はね、twice as as。はい、twice なんていうのを使ってね、2倍の時は twice ですね。はい、2倍の時は twice。で、3倍以上になりましたからですよ。3倍以上になったら、はい、ここのところね、数字なんですね。3ね。で、times as as。だから4倍だったら4 times as as。5倍だったら5 times as as。ね、10倍だったら10 times as as。ってことで、その数字入れて times as as という形を使ってあげて、何倍という表現ができる。でだ。じゃあ、例えば、どんな例文？はい、こんな例文。はい。Your house is twice as big as ours ですね。はい、主語、あなたの家は。ね、あなたの家は。はい、twice だから2倍なんです。はい、何と比べた？ as の後、ours。つまり ours、私たちのものということですね。はい、だから私たちのよりとかって言うんだけど、より2倍大きいです。とか、あなたの家は私たちの家の2倍の大きさですとかね。そんなような意味でつけてあげたらいいかなと思いますね。はい。ですので、2倍の時、twice as as でした。はい。ですので、同じ調子で、はい。This bridge is 3 times as long as that one。はい。この、はい。
ブリッジってなんすか。これね、ちょっと聞いたら、ふよしも支援っていう人がいたね、何人かね。はい、ですね、ブリッジですよ。橋ですよ、橋。ね。はい、この橋はだよ。はい、この橋はだよ。はい、何と比べた？はい、that one ですから、はい、この one の使い方もぼちぼちね、慣れてきましたね。比較ではよく出てきました。はい、あの橋より、あの橋より、はい、three time、3倍長いですね。はい、この橋は、あの橋より3倍長いですね。ということでした。ね。この橋は、あの話のね、3倍の長さですね。ということですね。はい、ですので、同じだ。This park is four times as large as that one ね。はい、今度は four times ですから、4倍だ。はい、このパーク、公園は、あの公園より、4倍広いです。ね、ラージャーが大きいでもいいんだけど、広いという意味もありますね。はい、ですから、this park is four times as large as that one。この公園は、あの公園の4倍の広さです。とか、ね、あの公園より4倍大きいです。とかね、そんなような意味になってきました。ちゅうことでだ。ね。はい、今日本日は、まあ、ちょっと簡単かな。ね、まず、比較級のアイディアだ単数の形と、何倍という言い方。ね。2倍の時は twice as as、3倍以上はもうその3、4ね、変えてあげて、3 times as as、4 times as as ね、してあげればいいよ、ということでございました。ね。ということで、ございました。ね。比較の内容も、ぼちぼち、ね、次回あたりで、一旦、ね、こう、まとめたいな、というふうに思っております。はい、ちゅうことでまた次回、さようなら。